オーウェン軍はアメリカ合衆国インディアナ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は21,575人であり、2000年の21,786人から1.0%減少した。軍庁所在地はスペンサー町であり、同軍で人口最大の町でもある。1920年の国勢調査では、 軍内にアメリカ合衆国の人口重心が存在した。オーウェン軍はブルーミントン大都市圏に属している。オーウェン軍は1819年に設立された。軍名はティッペカヌーの戦いで戦死したエイブラハム・オーウェン大佐にちなんで名付けられた。1920年、アメリカ合衆国国政調査局は、 アメリカ合衆国の人口重心がスペンサー町の南南東8マイルの地点にあったと報告した。人口重心は1790年の国勢調査を始めてから少しずつ西へ移動していた。アメリカ合衆国東部が特に1890年から1920年に急成長した時は西への動きが鈍化された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば 軍域全面積は387.82平方マイルであり、このうち陸地385.29平方マイル、水域は2.54平方マイルで、水域率は0.65%である。近年、軍庁所在地である、スペンサー町の平均気温は1月の下市15度から7月の下市84度まで変化している。 過去最低気温は1994年1月に記録された歌詞33度であり、過去最高気温は1954年7月に記録された歌詞107度である。月間降水量は1月の2.56インチから5月の4.97インチまで変化している。軍政府は憲法による生態であり、インディアナ州憲法とインディアナ州法典によって、 特別の権力を認められている。軍政委員会は、軍政府財政を扱う立法府である。委員は7人であり、そのうち3人は、軍全体から、4人は4つの選挙区から選ばれる。任期は、すべて4年間であり、軍全体の選挙は、大統領選挙と同じ年に、選挙区の選挙はその中間年に行われる。委員の中の1人が、議長、 もう一人が副議長となる。給与、年間予算、特別支出を設定する責任がある。軍レベルで所得税や資産税、消費税、サービス税を課する限定付き権限があるが、所得税と資産税は州の承認を要する。アルコール飲料委員会や図書館委員会など地方レベルの委員会は、軍政委員会が指名する一人以上の委員を有している。 行政委員会は、軍政府の行政府である。定数は3人である。委員は、軍全体を選挙区に選出されるが、それぞれが3つに分けられた地区に住んでいる必要がある。委員の2人が、大統領選挙と同じ年に、もう1人はその中間年に改選される。任期は4年間である。委員の中の1人が、議長、もう1人が副議長となる。行政委員会は、 軍政委員会が決めた法を実行し、税金を集め、軍政府の日々の機能を管理する責任がある。軍は一つの巡回裁判所を維持している。判事は6年間任期で選出され、インディアナ州法廷弁護士協会の会員でなければ、ならない。上記以外に、保安官、検視官、検察官、評価官、監査官、財務官、登記官、 測量士及び巡回裁判所事務官が選挙で選ばれている。任期は4年間であり、軍政府の異なる部門を監督している。軍政府に選ばれる役人は、支持政党を公にすることが求めら、また、軍の住人でなければならない。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オーウェン軍は、下記13の軍区に分割されている。コールシティ、フリーダム、 パトリックスバーグ、クインシー、ありがとうございます。